石原杏野は日本の実験物理学者。千葉大学グローバルプロミネント研究機関教授。千葉大学附属派ドロン宇宙国際研究センター、所属。静岡県富士宮市出身。東京理科大学を卒業後、テキサス大学大学院に留学し博士号を取得。2013年に宇宙船、粒子天体物理学分野では日本人初の国際純粋。 応用物理学連合の若手賞を受賞。また、2017年には自然科学分野で顕著な研究業績を収めた女性科学者に贈られる第37回サルハシ賞を受賞した。2019年には原子物理学とその応用分野での優れた業績の科学者に贈られる西野記念賞を受賞した。 西の記念賞は1955年から191人が受賞しており、女性としては2人目の受賞者となった。ニュートリノ天文学南極点の位置、立方キロメートルの新氷河を利用したニュートリノ観測装置、アイスキューブ検出器の実験で、宇宙ニュートリノ存在量測定における一連の進展を主導。2012年に、 世界で初めて高エネルギー宇宙ニュートリノ事象を同定することに成功。これは1987年に神岡んで実験が捉えたニュートリノ信号以来捉えることができていなかった太陽系外からの宇宙ニュートリノであり、この発見によりニュートリノ天文学の可能性がそれまでの1億倍以上の高いエネルギー領域にも広がることとなる。また、 より高いエネルギーを持つ宇宙ニュートリの探索を精力的に推進し2016年には超高エネルギー宇宙船起源として長年有力視されてきた仮説を覆す結果を得るアイスキューブ実験の次期計画であるアイスキューブジェンツー実験に向けた新型検出機開発の日本における責任者として従来の検出機の約3倍の検出性能を持つ 光検出器製作の指揮に当たっている。2018年には銀河系外から届いた素粒子の一種、高エネルギーニュートリノの発生源の天体を世界で初めて特定したと南極大陸の表彰を使ってニュートリノを観測する国際共同研究アイスキューブのチームが7月13日付の米科学史サイエンスに発表した。アイスキューブには 千葉大など12カ国の49研究機関が参加しており、高エネルギー宇宙船の発生機構解明につながると期待されている。米科学史サイエンスが発表した2018年の10大成果の一つにアイスキューブ実験によるニュートリノ放射源天体発動艇の成果が選出されている。ありがとうございます。